タートというのは大事だと思いますけども。そうですね、大事なんですけど、我々私がやってた時もですね、日本はスタートの入りがですね、はい、今一つ苦手でございましてそのグリッツがパックをキープして、美濃島が右のブルーサイド、ナイスセーブ、よく抑えました。グリッツがパックを支配するかというところで、今度はイーグルス上がっていきます。あ、右サイドサルシュート、決まった。鮮やかにゴールネットに突き刺していきました。9分と01秒ゲームが動きました。素晴らしい個人技でしたね。もうまだあの 10分始まったぐらいなんですけども、楽しい。あ、ちょっとこぼれてる、うん、ちょっと余計なこと話してたら失礼かもしれませんけどもさあここは橋本が戻して横パス、ここはスイッチがうまくいって、あ、戻りましたね、はい、これ逆サイド、あーっと入った。横からのパスが上がってゴールの中に入りました。1対0です。そして2対0です。中屋敷がつないだ、バランスを崩しながらも中島左サイド、中屋敷のシュート、ペナルティがあった。東京の遠征に来るとというふうにちょっと氷の柔らかさという選手の声も聞きましたけども、はい、ありますか。おっと入った、残り20秒6というところでゴールネットを揺らしました。あそこで角度変えられるとやはり厳しいです、うん、ゴール前もうちょっとやっぱりがっちり抑えたいですね、うん、はい、パックをおっと止められてしまいました。橋本レオ逆サイドへつなぎます。シュート狙っていきましたけれども、うん、エンドボードに当たります。しかしまだ打たずに、ここはイーグルスじっくりといきます、うん、高橋誠司のシュート、あー素晴らしい、決まりました。右45度からのミドルシュート、ゴールネットを許しました。いや、イーグルス の, あのパワープレーのパスのリズム非常にいいですね。あ、はいはい、見る機会少ないかもしれませんけども、ぜひ映った時にはですねチェックしていただきたいと思います。さあいい形で入っていきましたが、おお、ナイスセーブ、大丈夫かな。グリッツがパックを支配しています。立っていたパックをつないで中に入れるか、どうだ、押し込めるか、うーんなと思います。ちょうど同じ時期に長野で全日本選手権、アイスホッケーの全日本選手権もあるので、長野に行かない方で北海道にいる方はぜひ札幌見に来てもらいたい。ナイスゴールですね。トライカグリッツ反撃開始。あ、角立くんですね、はい、はい、今ゴール前あのいいポジション取っててですね、リバウンド叩いたんですよね、はい、あ、いいパスですね。おっと抜けていった、中屋敷シュート、バックチェックがありました。なかなかパックが動きませんが、久慈周平つないでシュート、ー決まった。イーグルス、ここは大きな1点が入りました。山田君、うん、いいところにポジション取ってましたね。また久慈君もよくそこを見ててですね、はい、うん、ブレードにいいパス、こぼれたパックをすぐさま打たずにつないでいきます。今からシュート、ナイスセーブです、ね、ナイスセーブです、チャンスですね、ええ、おっと最後のパスがつながりました。これでラッシュ取られちゃいますよね、はい、トミックからシュート、あー決められてしまいましたグリッツ、まあ、あのシュートも今良かったですけど、はい、あの最後にパスを出したトミックのパスもブレードにピタッといってるんですよね。橋本涼がしっかり守ってます。いや、厳しいチェックですね。ですね。橋本選手普段で、おっと、にいっちゃってたパックなんですけども、はい、前に出してるパックなので、なるほど、ピリニピリよりはいいですよね。なるほど。おっと、危ない。はい。テンポを自分で操るっていうことをすると、
あのマイパックになるんじゃないかなと思います、ね、なるほど。さあそういったあの回転へのブルーライン逆サイドへ橋本がコントロールしてシュート、リバウンド大きく出ていますが、うん、中に入っていく相手のシュートを決めていきました。さらに1点を加点しました。出るか、試合終了です。